あーからんまでのもので、え、仙台行ってる間だけ食べれるんかどうかやる。よう、たった俺はショート、こっちにいるが弟のせいだ。で、こっちはよくわかんねえ。朝からライス食べれるなんて幸せもねえ。俺の特例によってな。あーから、うん、もう全部ちょっと聞くな。お願いします。23歳になろうとしたからさ、一銭もお金持たんと仙台に行こうとしてんの。旅行に行ったらたくさん食べ物食べますよね。あそこもムクムク男、あっちは23歳独身よ。食べてたらひらがな全部埋まるんじゃねって思った次第なのです。あーから始まる。リズムに合わせるな。アイス梅の昆布の子酒の、イエーイ食べるぜ。体験どうですか。テレスミュージアム今日どうですか。歌詞覚えたい。歌詞覚えたい。もう一番やばい今日の変態。すいません。どうですか、どうした、憂鬱があるんですか。腹減った。不幸欲しいな。映画館か。パンケーキ、それはパンケーキに入ろう。はいいとこある。イカしかない。イカちょうね、ちょうね、ちょうね。これだけなの。チビモードやばくない。もう食えない。チビリなくなんで知らん。それやめとこ。あいやいや。あ、どうぞ。どうもあのだけ三人席や。応答しろよ。白だよ。俺はおらんせってなっとんの。元気？バニラの葉にする。何言うてんの。ヘロヘロペチーノ。これ木？木。これ木だね。アイスコーヒー。あかんわ。食べたからちょっと今日マーが欲しかった。マーがうっさドリップコーヒー。どうやん。ドド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 ドリップコーヒー。何その歌。ここで目新しいもん食べた方がいいやん。持ってきてない。持ってきてない。ちょっと足りないっぽいから。そうやん、足りず足りず。ちゃんとパー今日から行くから疲れ。分からんやね。いや扇風機食べへんやろ。すげえ、めっちゃサイバー感出てる。何が出た。世間の情報いらね。いつまで毛づくろいされてる。毛づくろい言うな。ここ真ん中、毛づくろいやん。ちゃう、飲み取り書いてもらう。中点書いて。何中点。水、スープがどっちかによる。お水にしたいんか、スープが言う方にして。お水、お水。飲むのは大きくない。飲むのは大きくない。手洗うときは水。あ、のお給料、お給料。食べへん。おラーメン。牛やろ。木食べた。木食べた。キャラメルフラペチョ。ああ。一日ずっと食べとったら何かしらせるじゃん。あ、ごめんなさい。あ、先にいただきます。牛タン。おって味。これの商品名とか教えてもらったりします。これはこちらテールスープ。テールスープ。南蛮の味噌。こちらが生菜漬け。こちらは麦ご飯。麦ご飯。ありがとうございます。箸とおしぼりでございます。食べへんよ。辛口ですよ僕は。いろいろ食べてるものの中にはいろんなものが詰まってるんですよ。わかりますか。いろんな名前がね詰まってるんだ。知られざる名前がね。今聞いてるかな。ありがとうございます。立ってた方から俺もバーみたいなこと聞く。バー一応いただきます。これですか。そんなにご飯を返してきて。俺おひつの係ちゃうねやんか。うますぎで。おかしくは何合わせ。舐めたから俺の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 舐め
フローラルに汗を出さない。なんの？サクレスなの。か、これグータン。めっちゃベロでかなりそう。食べたところ発達すんのか。え、食べ、食えよ。お疲れ様でした。美味しかったです。着きました。帰ってお風呂行く。なんで帰ってお風呂に入った。カキフライ、ロースカツ。ロースカツどこ。ロースカツ、うな重食べた、水物だ。あ、全部インコ、おばっかりや。待つで、これだ、これ来ました。味噌汁、ご飯、これ何やったっけ。ほやあの地平線。うまっ。オッケー。何がオッケーなの。テレビなんですけど、はい、50を超えてしまっている大きなバッテリーも預けることもできないんですね。チケット見てもいいですか。はい、行き行けたんですけど、ね、やば、もうとんでもないことあってる。おんちゃん帰られんかったら、いや、それ置いていく場所。勉強になりました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。ちゃんとね、乾杯。ちゃんとお話ししてください。よっしゃ。よっしゃ。あ、すみません。あ、すみません。なんか窮屈そう。あれが窮屈そうやつ。今まで乗ってていいんけど、知らない乗る量オーバーしちゃったな。あいつだけ地上郵送。お兄ちゃん帰ってこないのはどうするつもりやったの。携帯電話などの面積は、携帯電話で来てください。何もない。なんかあるっしょ。